けどね、まあ、あの人がすごい人だったんで、ちょっとね、避けて、免疫の駅西のところにあるね、万宝さんってところに来てみました。一応ね、なんかね、全室、個室なんですね。ただ、防音とかそういうのではない感じなんで、あまり大きな声出てないですけど、一応ちょっと、こんな感じではね、とりあえずだって、ちょうど良かった。よく、あんま知らなかったんですけどね、とりあえずちょっとね、一休みというのでね、で、お麺もね、買ってあるんで、食べる手紙もね、僕も一つとこだけど、映すだけ映してやろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、喋りができそうなんで、ここちょっと使わせてもらおうと思います。充電器があれば、なお良しだったんだけど、充電サービスはないのかな。マンボウさんね、マンボウプラス免疫本店さんってことですね。まあ、見立て込んでたんですけど、一人のお店さんのところがね、例えば、なんていうか、ペア席とかそういうのが今、本取りみたいですね。いや、まあでもラスト1だったらしいんで、セーフ、よかった。ってことですね。で、いくつかね、まあ今まで亜熱帯とか、カイケットクラブね、うちはよく使うことから、カイケットクラブの完全個室だと、カメラ回せるんでね、重宝してくるところではありますけど、特徴としては、特に会員制ではないんですね。何かこう、会員の情報で最初に書いてとかっていうのはないんで、その代わりに前金制、この辺りは亜熱帯に近いのかな、前金制で、あらかじめですから、コースを選択しておかないといけない。後から変更っていうのが、コースの変更ができないよっていうのが特徴かなってことです。まあ、今回はね、ちょっとした休みだけなんで、どうせ今日中に4日間また戻らないといけないんで、3時間ぽっかりしました。今16時6分で、19時8分までということで、ちょっと休むのにちょうどいいでしょう。はぁ、いいですね。これね、まあ、ここに来てね、やってましたけど、こんな感じで部屋になっとって、一応ここで明るさの調整なんかもできる。おつまみは、ああ違う、そうこっちですね。なるほどね、はいはい。で、換気は常時稼働で、あ、そうですね、ちゃんと非常ベルのところついてるんで、ちゃんと熱感がついてますね。エアコンの風量を押して開閉なんですね。なかなか大変じゃない、これ押すの。すごいね。で、こっちが換気扇で、こっちが、そうですね、熱感が入った。あ、ちょっとやりますね。あ、でもこれ玄関か？玄関っぽいけどな。まあ、そうか、カラオケ屋じゃないから、そこまで防音性が高くないから、喧嘩でも大丈夫なのか。禁煙のはずですしね。で、足伸ばせれば、いいや、全然、ちなみに、スタンダードとデラックスと、VIP っていう、なんか、お部屋の大きさの違いがあるらしくて、これ、一番狭いところらしいんですけど、十分ですよね。なんならこれ、買い方の完全個室よりも広いんちゃうのと思いますけど、料金は休日だったんで何より分かってますけど、それでも3時間で1300円税込みね、安いですよね。で、それと100円アップとかって感じなのかな。なるほどね。で、最初に時間パック選んどかないといけないんで、超えてくると自動的にこの10分110円がついてくるよという形らしいです。ナイトバックはないのか、変質はあるみたいですけどね。安いの6時間1500円、9時間1800だったらいいな。ありだね、全然ありだね。へえ、ちょっと
を覚えとこう。あ、充電コード貸してもらえるのかな、ちょっと聞いてみよう。だったら OK よ。じゃあ至れり尽くせりや。よっしゃ、充電できる、助かった。だいぶ来てって言ってましたからね。商品の変化はですね、コーラのベンガータイプのやつですね。コカコーラのね。ですから、開発クラブだったらそこか、静岡の駅前にあった開発クラブがこのタイプでしたよね。あそこも完全室が完全個室で、で個室の場合だと持ち込みがあのフリーでジューってできるタイプのやつだとやっぱしだるみたいですね。おそらく同じ法令だと思います。ですから自動販売機の要領で買ったものであれば持ち込んでいいよ、だから持ち込みも OK ですよってなっておると。で、なんでこの店では無料のこれが売ってますよ、それを持ち込んで OK ですよって、多分そういう、理屈だと思います。あのドリンクバーのやつで置いとくとダメ、あの多分飲食提供に引っかかってくるのかなってことです。多分だからここは飲食提供やってないみたいですね。メニューもないもんね。一応パソコン見ときましょうか。スペックとかその辺りとかチェックもやっときましょうか。i3 のこれは9000円か、はあ、もう一つ前か80円かな。そのあたりもね見方合ってるだけな。アイコンのね量が違ったりとか、はい、世帯の、コア i3 ですね。18GB あるわ、うん、i3 で 8GB あるから GPU はあれですけどね、インテルのデフォルトのやつで SSD で 239GB、 まあまあここに大量に保存することはないですからね、うん、こっちじゃなくてメモリ8ギガ振ってくれてのありがたいですね。メモリ8ギガの純正の i3 が入っとるんだったら別にブラウジングとかネットカフェでやりたいことなら大体できますよね。簡単な動画編集だったらうちの動画くらいのやつだったらね、下手すりゃ全然できますよ。あの動画の元サイズとかでかくなきゃいけない。